さて、さあ、カタン側の手札は、そうですね、先ほど言った先行魔導士が手札にありそうですね。はい。と、あとは、属性ですね。はい。あ、始まりましたね。はい、じゃあ、始まりました。タップインの処理ですね。1ターン目タップイン厳しいですね。先手を取った以上は、はい、ここからもう、ここで、ウロコから2ターン目。さて、さあ、カタン側の手札は、そうですね、先ほど言った先行魔導士が手札にありそうですね。はい。と、あとは、属性ですね。はい。あ、始まりましたね。はい、じゃあ、花木選手は、タップインの処理ですね。1ターン目タップイン厳しいですね。先手を取った以上は、はい、ここからもう、ここで、ウロコから2ターン目に、XX クリーチャー、バリスタや、トサコケアを出して、場を固めるというのが、ウロコ側の考えるいい手段ですね。ああ、いいですね。山、速走、いいですね。はい、赤田は1ターン目から、速走、それに速走によって、速攻行って、ですね、はい、普通に考えて の, あのもう本当にただお互いアグロデッキとしてテンポよく動いた方が勝つという試合になるので、はいはい、ちょっと先手の利を生かせるか、はい、手札を使い切れるかというですね、はい、しかも赤谷には実験の狂乱という追加のリソースもありますし、はい、そうですね、あの XX クリーチャー闘争攻撃会歩行バリスタというあのなんて言うんでしょう、フラッド受けというかその後半強いカードがあるのは見どころ側なんですけれども、実験の狂乱というリソース、強烈なリソース手段がある赤タンも別にそのリソース勝負では負けていないと思われます。はい、さあ原田健太選手は2ターン目にしてちょっと考えてますね。はい、ここで搭載国家を出してもブロックに回れず、あとあここでコプターですね、まあ、一応、まあ、次のターンですね、なんかクリーチャーを出すことができれば指導はできますが、まあ、次のターンちょっと無防備な状態になってしまいますね。はい、ここでは1点で済ませました。しかし置かないわけにもいかないですね。はい、フェッチを切って次の土地ですね。はい、さて続いて鈴木選手は何を出すでしょうか。はい、おっと、孫根魔導士とギトゥーの溶岩走り、溶岩走りですね。はい、こちら1たす1、ベストアクションですね。まあ、はい、さあ2ターン目して3体のクリーチャーが現れました。こちらもインスタント操作に2枚以上あるとパワー2の速攻を得ると、はい、1万のクリーチャーにしては破格のスペックを持っている、はい、見どころ側は単純にもう1ターン目パス2ターン目も、まあ、コプターは、はい、パスに等しいアクションなので、はい、単純に動きが非常に悪いですね。おっと、ここでマナクライのハイダーを出しました。さあ、ただ鱗がないので乗っていくのは11カウンターが1個ずつという形ですので、これだと簡単に除去されてしまいますね、はい、まあ、ショックなどでも死んでしまうと、はい、ただちょっと苦しい、つまり苦しい展開が今強いられているのが見どころ巻きしつきヘビですね。はい、鱗が引けないとこうなります。さあさあ、果敢が2体いる、単純にもう何か1枚スペル使われるだけでもライフが厳しいですね、うん、ただなんか除去を持ってなさそうな反動に見えますね。あ、ちょっとフラッド気味ですかね。はい、とただに見えるのがビーアシーノのグレンジス氏。そうですね、はい、で2点ですね。はい、これだと、おっと、これだと育ちますね。はい、そこで殴らずと、ああコプターがブロッカーになっているので殴れず、はい、いやこれは厳しいか。はい、ショック1枚やってきました。あれば孫根魔導士がいるので、マイナス修正にして殴れたんで、まあ、これだともう火力持ってないのがバレますよね。はい、そうすると、はい、パラネさんもマナくらいのハイドラをでかくすれば意外と間に合うのかもしれない。なるほどなるほど。さあ次の3ターン目、あ 4ターン目、ね、あ 4ターン目ですね。はい、これ2体目とか来たらハイドラ2体目とか来たらかなりいい感じかもしれないですね。なるほど。スタートダッシュを切ったのは赤タンですが、はい、それに間に合う、間に合うかもしれないです、かもしれないと。かなりテンポが良かったのに殴れず、はい、うん、2体目はコプターでしたがかなり正解だったそうですね、まあ、置かないよりは全然置いた方がいいので、はい、もう別に、なんだろう、見どころ側も助教を持っていたらそのさっさと打つような、まあそうですね、チニーは放置でもいいかもしれないけれど、まあ、そうですね、盤面を優先するゲーム展開になりがちなので除去は後からでもいい、はい、さて、ウロコでも出てくるようなら、何が出てくる。さあ2マナ、2マナで寝かせた、ヘビか。そうですね、あ、ヘビですね。 おこれで さっき除去を持ってないのがバレてますので、見えている。はい、さらにさらに、おっと、ラノエルの F で、ゴーゴー。一旦にして、ターン帰ってきたと、ゴーゴーになってしまいました。はいはいはい。しかもラノエルが登場要因になるので、素晴らしいですね、はい。コプターも殴れそうですかね、どうですかね。いや、コプターをブロッカーとして残すと思います、はい。さっきコプターを残したら殴ってこれなかったので、はい、何か引かれない限りは、そのコプターが盤面を止める。なるほどなるほど。
殴るとしたら5-5が一番大きいです。あ、殴りますね、これは。コフターでいきますか。はい、殴りました。そうですね、もう5-5だから1枚では死なない。はい、いいですね。さて、ふたが溜まってたみたいですね。はい、これで3点と。はい、ミドクロヘビにはそのトークンを生成するような、はい、まあ、搭載捕獲機は別としても、あの自分でバラせるわけではないので、はい、搭載捕獲機は別として、そのなんていうか分裂できるカードはないので、コプターをたくさん置くことは、そのブロッカーを、はい、実験の巨乱を得ました。そうですね。さあ、ただ唱えれば唱えるほどあのハイドラでかくなっていくと。そうですね盤面が処理できないから、ちょっといいですね。これはあの、これどれだけ育つか見えるか。はい、はい、ヘビの勝ちパターンですね。いいですね。はい、でかいクリーチャーが どんどんでかくなっていって、勝つという、はい、ちょっと対処できなくなると、はい、おっと、これはあっと、交換したロコ、さらに素晴らしい、でかくなる、素晴らしい。さあ、これが77が99、さらに唱えると次10になる、12。そうですね、3つずつ乗るわけですからはい、いや、これはすごい、もうあのハイドラだけで殴って勝てますね。あ、さらに、あっと、マキス席2体目、これ4個ずつ乗ると。素晴らしい、これはあの火力を打った瞬間に4つ増えるので、もう本当に、やってられないぞみたいな。処理できないですね。はい。もうエルダラジ級の大きさになってしまいました、ね、ハイドラが。そうですね。そして、ゼロ、そしてゼロで、唱えることによって、4つ乗って、12、12から16、16。ですね、16、16です。おぉマストブロックだ。これは気持ちいいですね。最高ですね。これがやりたくてやってるんでしょうね。さあ、これで、はい、負けつきヘビをタップして乗るのか、ちょうど上しますか。召喚酔いが。さあ、今、計算してます。そうですね。ただ、相手のアクションは、その実験の狂乱でめくるものしか打てない、そうですね、4マナ払ってる場合じゃないので、うん、実験の狂乱の不安定さに助けられる形ですかね。ここフルパンしてもリスクは少ないかもしれない。はい、で、これで、フルパンしましたね。はい。さあ、これはでも全力でハイドラブロックしない、まあ1体ブロックしないとさすがにそうですね、溶けてしまいます。1体ブロックしないとライフが持ちません。さあ、これ何点入るのかな。タトヨンの、あ、もう倒了しましたね。ただいました。いや、さすがに16、16、はい、トランプレー殴られては、はい、次のターンどうひとたまりもないと、はい、実験のキャラを出しましたが、1枚もめくることなく、はい、返しのハイドラでやられてしまいました。そうですね、除去を持っていなかったですね、赤タンの側が。はい、7くらいのハイドラは、あの、返しで除去できなかったのが、やはりこのゲームの焦点だったと。そうですね、あの、いう感じですね。そうですね、原根さんは、あの、7くらいのハイドラ以外に、はい、搭載歩行機械しか、プライチプライチカウンターを乗せられるようなカードを持っていなかったように見えたので、はい、はい、あの3ターン目のハイドラを除去できたら赤タンが勝っていたのかなというようにも見えました。 あれが全てだったという感じです ね、 ですね。はい、では次サイドボードに移ります。はい、赤タン側はそうですね、ミドクロ側に対する何か対策というかカードは何かあるんでしょうか。そうですね、再燃するフェニックスはいいですね。あの、単純に赤、黒ミド側がそのプッシュや、まあ、飛行除去などを打ってきたとしても、はい、トークンが残る、はい、まあ、もちろんただこのトークンをバリスタでプチッと潰されるパターンは非常にありがちなんですけれども、うん、まあ、飛行というだけで入れるのかな、入れるのかもしれないですね。はい、なるほど。まあ、それで飛行によって、まあ、ライフ削れると。はい、はい、クチャ3枚入ってます。再燃するフェニックスですね。クチャスタンダードでも大活躍のカードです。そうですね、はい、まあ、2枚ぐらい入れてもいいのかな。おそらくその実験の狂乱から物量や火力でなぎ倒すのがその最も安定して力、その黒ミド側が処理できない手段、はいはい、なので、はい、そうですね、この黒ミドすごい割り切っていて、はい、原根さんの黒ミド、そうですね、エンチャントに触る手段がないですね。なるほど、ミドクロですが、ちょっとエンチャントアーティファクトに触る手段が、そうですね、再利用の賢者や、暗殺者の戦利品のようなカードを取っていないので、はい、実験の狂乱を置かれた場合は触れません。なので盤面を押し込まれた状態で実験の狂乱を置かれると結構厳しい戦いになりそうですが、はい、どうなるでしょう。そうですね、はい、さあ、さあ今第12期フロンティア新挑戦者決定戦準決勝の模様をお届けしております。今回、シーチャーテーブルは原根健太選手によりますミドクロ巻きつきヘビ、対するは、鈴池文康選手の赤タンですね。ただいま1本原根健太選手が取っております。さあ、巻き返すことができるでしょうか、赤タンの、鈴池選手。さあ、さっきは出しましたけども、ちょっと1枚もめくれなかったので実験の狂乱ですね、はい、そうですね今回は見たいですね。見たいですね。見たいですね。活躍する姿を。そうですね、ただ、ミドクロ
も、はい、赤タン側のシステムにそうですね対抗する手段がやっぱり乏しいので、はい、上貴族からあじゃあ密輸の回転翼機から上貴族の遁走する上貴族を出すような展開になれば赤タンも結構やれると思います、はい、なるほど、まあ、遁走する上貴族もですね3個プラスチカンターになると3マナ増やしてくれるので素晴らしい単純に大きいですよね、はい、まあ、2マナで4、4まで育ちますし、はい、あとですね実験の狂乱で重いカードが出てもこの3ものを使ってそうです、ね、ただちょっとこれサイドアウトしてるかもしれないですね歩行バリスタにあまりにも弱いのでなるほど1-1で出してしまって、ね、何も増やすことができなかった場合に簡単にやられてしまいますので、はいはい、1点ダメージはクラその何か火力を構えることによって1点飛ばされた時に、はい火力を打ってかわすというような手法を取ってもう1点飛ばされた時にただただバリスタと交換という形になってしまうのでなるほどなるほどバリスタがその4マナで2個とかいうデッキだったら全然そのあまり気にしなくていいと思うんですけれども、はい、松木継ぎ警備側はやっぱり2マナで2個3個と乗せて出してきますからね確かに確かに厳しい展開になると思います、はい、かなり簡単に1あのタフネス1では対処されてしまうという感じですね、ちょっと逃走する上貴族はサイドアウトしてもおかしくないかなという感じで、はい、ただやっぱりこの2マナがちょっと弱いですね B や C のもタフ1上貴族もタフ1ってなるとちょっとバリスタが刺さりすぎているかな。ボーマットは取っていないのか、はい、さあマリアンチェックです、ね、先ほど言ったようにサイネンスルフェニックスサイド入ってますね1枚、はい、あともそして2人ともキープで、はい、さあ鈴木さん先行で始まりましたフェッチランドから山を取り出しまして、はい、さあ1ターン目の動きは何でしょうか。さあここは勢いよくおっとソインの速走のようですね。はい速走が速攻で1点といいですね、ま、やっぱり、はい、一番いいスタートを切れたとこうやって刻んでいかないと何も始まらないですからね、はい、金谷選手さあここはおっとショックインからクイーンあの、はい、エルフ、エルフの神秘化ですね。エルフの神秘化か、はい、失礼しました。ここはそして藤木選手2ターン目まずアタックですね、はい、いやいいですね。花根さん先ほどからおっとここで逃走する状況サイドアウトはしなかったみたいですね。そうですね、やはり実験の強化からめくりたいのでしょうか。そうですね、あの先手の時は歩行バリスタを2で出すのはやはり3ターン目に、ウロコプラスバリスタとかあの、うん、4ターン目にヘビープラスバリスタとかいう感じで動かないとなかなか出てこないのであまり警戒しなくても。はい、ウロコウロコスタート。ウロコ持っている。そして2ターン目来たバリスタ、やったっと先ほど言ったような展開になってしまいました。素晴らしい。さあこれその総数上貴族は1点刻まれてしまいました。電気止まれて倒されてしまいます、はい、さあこうなると赤弾側は非常に苦しい展開かと思われます。赤弾はやはり頭で今いいなんですけどエンチャントに触れないので、はい、そうですね、鱗を引いただけでかなり原根さん有利の展開になってしまってもおかしくないのかなと、はい、これで、勝威流ですね、はい、これ追放除去ですが、まあ、1点を飛ばすでしょう。赤で 2-3、で 2-3、2点、赤になったそういう速度2点アタックですね、はい、火力を増やしてきたんですね、はい、サイドからですかね。そうですね、はい、さあおっと2枚目あーっとこれ防災防機械なんと3つしかも勝利を切ってしまったので、はい、これを追放する火力があるかどうか。あーなるほど、この普通の火力では1地獄くんが3体出てしまうと。そうですね、はい、ここでおっとサイネスフェニックス間に合うかどうか。サイネスフェニックスでしましたね。そうですね、勝利流、そうですね、勝利流はハンガーバック見てのサイドインだったんですね。あーなるほどなるほど、素晴らしい、しかしちょっと展開が噛み合わずといったところでしょうか。はい、この搭載国家毎ターン1マナ払うだけで、3つカウンター増えていくわけですから、はい、3-3、6-6、9-9と9-9、はい、どんどん9-9になったらもうもうどうしようもない。試合がどうしようもないですね。お3枚目3枚目これは予測ではみたいな。しかしこれが搭載国家だけだとまだ、はいはい、まだいける。おこれで4つ乗る、次7個ですね。はい、これ7個ありますね。これは致命的な一押しを搭載国家に、自分の搭載国家に打ち込むような展開もありうるでしょう。あ、なるほどなるほど。いやこれは気持ちよくなってますね。思い通りに展開できてますね。はい、はい、ここで、回転翼とお2体、これ果敢2体ですね。はい、ここで、はいはいはい、3点と4点で、まあ、A1 体をジャンプしましたので2個目を置いたのはどうだったんでしょうか。まあ、火力はないのでないということが分かってしまっているので、2個目を置くとその1
この状況だとちょっと乗り手に欠ける状況なので、はい、そのコプターが盤面に寄与しないんですね。1個はその飛行が寄与しているんですけれども、はい、ちょっと果敢のためだけに使うにはもったいないですね。そうですね、コプターでコプターを捨てるようなパターンの方が魅力的だったような気がしますね。はい、はいはい、7点入って、さあ追加のマナクリーチャーです。さあこの7点をブロックしなきゃいけないですからね。そのコマ同士してきましたね。感じだと、あ、殴る、あ、2体、お、これで、あ、おっと、あ、ライフが、なるほど、9だったで、コプター2体とフェニックスで、はいはいはい、なんとライフ10点削れて、なるほど、ここは一瞬で差し切りましたね。素晴らしい展開でした。なるほど、ライフを見据えていたんですね。失礼しました。やはりちょっと赤たん自分は回す、あまり回さないタイプなので、はい、やっぱりライフ20をきっちり、ね、きっちり削ってきましたね。はい、さあこれで 1-1 となりましたので、はい、さあ運命のサイド、日本サイド3本目ですね。3本目、はい、いよいよ勝負が決まりますね。はい、まあ、赤田は先手取るとかなり強いデッキではありますので。そうですね、地上が止まるのがいつになるかっていうのがやっぱりポイントになってくると思うんですけれども、はい、ヘビ側にはやっぱりニッサとか枚数を減らしていると思うんですけれども、はい、前理科の代名詞はニッサなので、地上を止めたり、それこそマナくらいのハイドラや搭載国家が育ち出すと、もう地上では殴れないような状況になるので、はい、それまでにいかに地上で点数を稼ぎつつ、その後飛行で残りの点数を押し込むか、はい、という展開になってくると思います。なるほど、なるほど。さあこれ後手、先手後手が入れ替わりますが、原田さんは何かサイドインしてますね。はい、そうですね、先手後手で入れ替えるのカードですから何かあるんでしょうか。リソースを気にしたか、まあ、先手で何か蓋を落としたりとか。そうですね、先手だと前理科の代名詞ニッサがラノワールのエルフから2ターン目に着地することができるので、はい、開始で落とされる確率というのはかなり差があるんですね、はい、ただその後手の時の前理科の代名詞ニッサというのはその2ターン目の、はい、コプターからその一気に落とされてしまうことが多くて、はい、ちょっと怪しいカードというのがありますので、そこを入れ替えたのかもしれないです、はい、先手ならばニッサは枚数があってもいいので、初手に来てほしいカードのうちの一つということですね。なるほど。さあ、そうですね、あの草を生やす能力結構厄介なんですよね。そうですね、かなりフロンティアも面白い環境ですよね。そうですね、こんな、はい、なかなかモダンにもスタンダードでもないデッキのようなものも結構出てきてますし、かなり赤タンはスタンダード今の赤タンをかなり進化させたような形で。そうですね、今の赤タンはちょっと1マナ圏が弱いという風文もありますけれども、はい、フロンティアには孫魂魔導士、総員の即走、はい、ボーマットの球士と、もうモダン級といっても差し支えないようなクリーチャーラインナップがありますので、はい、かなり強力な布陣で臨めると思います。やっぱりアグロデッキはテーマナが強い方がいいですからね、はいはいはい、なるほど。もちろんコプターも使います。そんな横並びで攻めてくるにもかかわらず飛行士さんさえ殴ってくるっていうのは本当に脅威ですよね。かなりすごいですね。機体っていう、まあ、操作では除去できないフィーチャーっていうのがね、そうですね、しかもその加冠するんですよね、あれでアーティアストなんで、はい、クリーチャーじゃないですからね。まあ、そういうの即走などが育ってしまうと。はい、しかもその例えばその致命的な人たちのような除去を構えていたとしても機体だからその出てきた単位は除去できないじゃないですか、はいはいはい、なんでその即走が出てきて、コプターが出てきて加冠されて殴られて、でもこの致命的な人たちはコプターに打ちたいなっていうのがとても困るんですよね、状況的に。あの結構マナの使い方とか除去の使い方として結構こう機体は計算を下らしてくるという感じですね、はいはい、大変なカードです。さあ第12期フロンティア神挑戦者決定戦準決勝タイマー1本ずつですね取っていますので、次は運命の3本目となります。今回原根選手が先ほどのゲームを落としてますので先行という形になります。はい、あ、そうですね、ちょっとコメントでマナベースの話があったと思うんですけれども、はい、見どころにする利点っていうのは実はフロンティアちょっと少なくて、確かにそうですね、この原根さんのリスト森が5枚入っていて、さらに草むし、その沼が入っていないそのフェッチランドが、白緑と赤緑しか採用できない関係で、はい、沼が入ってないほどなんですけれども、はい、やはりそうなってくると白マナとか、赤マナなどをタッチするという選択肢ももちろん候補に上がってくると思います、はい、黒緑2色でもかなりマナベース厳しいと思うんですよね。ああ、なるほど、はい、黒が足りないんですかね。そうですね、黒が出なくても全然おかしくない、まあ、もちろんそのフェッチランドからショックランドを持ってくることで絶対に出るんですけれども、はい、そうですね、さっきの準々決勝でも1回緑マナしか出ないという試合展開がありました。なるほど、なるほど、はい、まあ、緑マナしか出ないとちょっと警備が出せなかったり致命的な人しか打てないと
という感じですよね。結構ミドタンでもなかなか戦えるもちろんその選択肢はやっぱりフェッチランドって痛いですから、赤タン相手なんかは特に、はい、ショックランド出すとさらに1点食らってしまいますからね、はいはい、そういう選択肢もあり得るとは思います、うん、やっぱり2色ってどうしてもちょっとフロンティアだとそのフェッチランドの絡みでちょっと厳しい色はやっぱり存在していて、はいはい、不利な2色よりも有利な3色のようなデッキの方が強い可能性はありますね。もちろん単色はライフの面で余裕が生まれるので、はい、また一つの利点ということです。なるほど。さてお互い一回マリガンしてますね。はい、さあこれはキープできるんでしょうか。あ、お互いキープしますね。はい、戦術が入りまして、さあ羽根選手から3番目が始まります。これはトップですね。はい、森からエンドですね。はい、鈴木選手鱗はないということで、はい、山からお、ゲテの溶岩橋、1、2、やっぱり1マナクリーチャーたくさん入ってるだけあって引きますね、はい、はい、やはり1ターン目から動きたいのが赤タンですね。そうですね、もちろんこの1マナクリーチャーはやっぱり後半は地上が、見どころ側が地上を止めてくるので、はい、その時にはコプターの乗り手などになってまた最後で活躍するということで、そこが厄介ですね、本当に厄介ですね。はい、そこで原井選手2ターン目はフェッチを切って草むした墓をショックにしました。さあここで草むした墓を持ってきたのでということは、おっと、ここで、死の重みですね。はい、マイナス2、マイナス2、エンチャントですね。そして、硬化した鱗。あ、素晴らしい。なるほど。はい、先日で多分、硬化した鱗をトップに積んでいましたね。先ほどフェッチランドが手札にあったのが見えたので、はいはいはい、このフェッチランドをショックインする理由っていうのは、あまり、そのライフの観点からするとないんですけれども、はい、先日したトップのカードをそのまま引きたい場合は、フェッチを切る理由がないので、そうですね。はい、さあ、硬化した鱗は、ホーバリストを出しましたが、その返しに、稲妻の刺激によって対処されてしまいました。さあ、3ターン目は、おっと、何もせずにエンドですね。あ、火力しかない。あ、いや、フェン、あ、そうか、肉は3万年間クリーチャーがいないんですね。はい、コバリスタは続け出しますが、こちらも、さあ、稲妻の一撃によって、除去されてしまう。この動きは、かき集める勇気か先ほど見てましたね。さあ、ここで、おっとプラス2、プラス2ですね。召集付きのプラス2、プラス2によって、タフネスが4になりましたね。はい、ということで、稲妻の一撃をカバーしました。素晴らしい。このテクニック。なるほど、このために、はいはいはい、そうですね、1ターン目に出したラノワールのエルフを召集することで、ショックなどをかわすこともできますので、なるほど、そういう手が1枚だけ入ってるんですよね。はい、そうですね、はい、入ってますね。いや、すごい、はい、ですが、まあ、改めてそうです、ね、除去しました。やはりしかし山を引いた、なるほどなるほど、やっぱり歩行バリスタがいるとフェニックスを出しづらいから、そうですね、フェニックスの闘魂がすぐやられる、まあ、3体目取る、エルフの神秘化、さあこの3体目除去できるか。この3体目非常に難しいですね。フェニックス、いや、だからこれは交換できますね。一応4マナを払うことで4個の目のカウンターを乗せることができるので、ただこれはデータが1枚しか肩の方にないので、一旦4点受けてからっていうのもあるんじゃないですかね。どうでしょう。そうですね、すごい微妙なところですね。増やしましたね。そうですね、これでショックがないのが分かりました。4点受けて次に6-6にしてから殺すっていうパターンもありそうですね。はい、そうですね。あります、あります。やっぱり。相手の追加を見てからでも全然いいですね。うん、あ、実況を切るな。実験の狂乱は。まあ、ランド減らした方がいいか。すいません、こういう時僕は実験の狂乱が入ってるから、はい、ブレインストームがある時に、フェッチランドは切らないものだよみたいな感じで、切らないのかなと思ったんですが。実験の狂乱でもっといっぱいめくりたいので、フェッチランドを残しておいて、まあ、いらないカードが来た時に切って、デッキトップをシャッフルすると。まあでも、いう形。あ、ラムナプの遺跡があるから5マナは必要なんですね。はいはいはい。さあ、この、さあ、引きたいところですが、あ、ここで除去するか。ここで。ありえますね。あ、除去してきましたね。除去しに行きましたね。はい。カード引かれる前に、はい、で、ね、出しました。これでもあれそうですね、次のターンならないと、あ、そうかそうか、速攻をつけて帰ってくるのはアップキープだから大丈夫なんですね、はい、でこれで安全に、なのダメージも食らわずに、これで相手が火力を持っていたとしても、はい、ああ、はい、持っていない。さあこれはかなり厳しい展開、大バリスが定着してしまった。次火力欲しいところですね、やっぱり。そうですね、この先のゲーム、うん、いやー、まあ最悪、最高はやっぱり実験からカードをめくるか。あ、来た、実験のキャラ来ました。さあどうなるか。おっと、これ昇威竜間に合いましたね。さあ抑えました。はい、ここでさあ来ました、トップから降ってきた昇威竜。素晴らしい。さあまだどうなるか分からなくなりましたね。いや、もう全然分からなくなりました。素晴らしい、最高の回答ですね、これは。はい、さあ行っていただいて、おっと、
さっきあったように小尉流がやはりこれを処理していかないと逃走する上貴族からどんどんめくっていきます。どんどんめくっていきます。ここバリスを処理したからあとなかったよ。なかったか。なかったか。これは不穏。そしてただまだライフはあります、はい、全然試合は続けられると思うんですが、そうですね、次やって4位になるの で、 そうです、ね、除去を2つ打ち込む、しかもコプターも殴られ、ラノワールのエルフからコプターで殴ってくるでしょう、おそらく。はい、おっとここで死の多い除去されてしまいました。上貴族いなくなるとちょっと連鎖も止まりますね。まだ7マナありますので、そうですね、まだまだ普通にカードを使っていくことはできるでしょう。はい、ここは 5-5 で殴っていきました。22と533で育てないんですね。なるほど、ライフを削って選択肢を増やした方がいいという判断でしょうか。そうですかね。はい、ただこれだとショックもやられてしまいますが、いやただ除去するとやっぱり飛行機械トークンが出てくるので、はい、かなり除去したくないカードでありますよね。むしろ 4-4 にすることによって除去されなくなってしまうので、はいはい、ああ展開、いやー難しい。すごい、コプターから損コマ戻し、そして速走、そしてめくるめくる、素晴らしい。止まったか、どうだ。まあ、土地置いてないですかね。土地置いてないですね。4マナのカードをめくった場合は止まってしまいますが、あ、土地ですね。なるほど、はい、フェッチランド、素晴らしい。フェッチを切って、はい、トップは何かいらなかったカードのようでしたね。ランドですかね、山かな。はい、どんどんめくっています。このターンもうすでに4枚めくっています。すごいですね、実験の巨乱。こうなってしまうと実験の巨乱が強い。ただ硬化した鱗は置いてあるので、まだまだまだやれるかといったところ。さあ入念サフしていきます。ここ大事ですね。いや4マナあれば何でも取られますからね。スペルもスペルであることを祈りたいですね、はい、さあ5枚目何がめくれでしょうか。デッキトップ確認します。こちら、おっと2マナ、2マナで小尉流、小尉流、いやここ一番いい回答ですね。これで遠くは出なくなってしまいました。そして、はい、抱えに乗って俯瞰でさらにめくっていくか。さらにデッキトップをめくると、今何めくれたんですか。ここは殴らずですね。ここはなぜ殴らなかったのかちょっとわからないんですが、さらに考えがあるんでしょうか。ライフ8ですから、はい、コプターが、まあでもコプターは通らないか。はい、さあここで、コプター殴りますが、あ、そこでコプターに乗って、そうですね、コプターでぶつければ大丈夫ですね。あれですね、相打ちチャンプしたいというところですね。まあ、ただ相手が除去を持っていた場合や、あのルーティングで除去を引かれた場合などは、そのコプターを除去されてしまって、うん、3点が通るので、はい、さあコプター出ましたが、うーん、さあここまだ、そうですね、マナが8枚、土地8枚ある状況で、まだ実験の巨乱生きています。いや素晴らしい。このおっとここで、アップキープに、アップキープに矢島一撃打ちました。3点、これで山1枚は弾けますから。さあそして何がめくるか、次は2枚目はですね、そういうの速走、そして3枚目2マナで、稲妻の一撃、3点ダメージ。かさあ果敢に、さ今3、4と、おっとここで、そうですね、果敢で足りていました。なんと実験の巨乱の恐ろしさを見せつけられたゲームになりました。いやー実験の巨乱強い。さあ今もう実験の巨乱何枚めくったんですかね。本当に数えられない、数えきれません。7枚か8枚ぐらい、もう2ターンのうちに、はい、ボーンと出していって、ハネセンサー選手の、つまりそのマナガの十分伸びていたというのもあったんですけども、はい、はい、素晴らしいトップ力を見つけてくれたと思います。なるほどなるほど。いやー片の実験の巨乱恐るべしというところですね。はい、ハネ選手もなかなか、そうですね、かなりいい展開であったんですけども、そうですね、鱗は受けたんですけれども、やっぱりマナくらいのハイドラが見つからなかったのが厳しいかなというところで、はい、ちょっとバリスタもなかなかいいタイミングで出せてなかったのかどうかっていうと、テンポよくやられてしまったので相手から、はい、そうですね、あとは実験の巨乱で勝利量をめくったのはかなり素晴らしいところだったと思います。あれで搭載保護機械を本当にあの無理なく処理するためには、勝利量のような追放系の火力がないといけないんですけれども、勝利しかなかったですかね。はい、ね、いやしかし引きましたね、醤油。あれ多分3枚目だったんで全部引いたんじゃないかな。すごいですね、すごいですね、実験の巨乱でめくったにしても素晴らしい。はい、いやこれは僕も、ね、めくりたくなっちゃいますね、この実験の巨乱で、ね、実験の巨乱見てると使いたくなる。はい、というわけで第12期フロンティア新挑戦者決定戦準決勝のフィーチャーテーブルですね、原田健太選手の緑黒巻きつき蛇対鈴木文康選手の赤玉ですね、鈴木文康選手が2勝1敗で勝利ということで決勝進出いたしました。